大見商人ゆかりの地滋賀県大見八幡市2021年地方銀行を飛び出した元銀行マン3人があるベンチャー企業を立ち上げたソーファン株式会社日本を面白くするという願いを込めたその名の通り後継者難に悩む経営者の思いに応える会社。 地域の中小企業が待ち望んだスタートアップだ本当に多分少なくとも日本では類を見ないめちゃめちゃ面白いですね <laughs> 日本の事業承継に新しい流れを作り出す若き起業家たちの挑戦とは賢者の選択サクセッション今日はちょっとですねいつもとあの会場の雰囲気が違うんですが実はですねこの番組初 事業承継を専門に扱う会社ソーファンの刑事人のお三方に来ていただきましたどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします2021年の1月ちょうど今から2年少し前に創業されたということで簡単に自己紹介をお願いしたいんですけどじゃあまず代表の、はい、代表の吉川智と申しますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします 取締役 C.S.O させていただいてます手取圭介と申します。よろしくお願いします。C.S.O はチーフストラテジーオフィサーですか、ね、そうですね。戦略担当ってことですね。はい。いね、はい。はい、取締役の平井浩明と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのソーファンさんは事業承継にをなんていうかサポートする会社という理解でよろしいですか。いやサポートする会社ではなくてもう一緒に主体的に事業承継を自身が引き受けるっていう、はい、形です。事業承継を引き受ける。はい。 というわけでまだあの皆さんピンとこないと思うんですけどその辺の仕組みは後からお伺いしていこうともんん、ね、まずそもそも我々番組打診して「ソーファンさん出てください」ってお願いしたら3人ででで出たいと何かいいとと何かかこあるんですす <laughs> そうですねあの、まあ、我々3人がそれぞれ役割を持って、まあ、いろんなポジションでやっているっていうのがあるので、まあ、いろんな角度からあ知っていただく方があのより良いかなというのもありましたしその創業の経緯も含めて。 三人でお邪魔できたらなということで。なるほど。あ、じゃあ仲いいわけですね。三人とも。そうです。<laughs> な、仲いいですよね。仲いいです <laughs> <laughs> そしてお三方実は三人とも同じバックグラウンドをお持ちで皆さんまああるまあ地域の地方銀行のご出身。うん、はい。つま同じ地方銀行。そうなんですか。はい、手元の資料ですとえっといわゆるバンカーとしてのね銀行員としてのお仕事もあるけれどもコンサルティングをやられたり。 あるいはファンドの運営なんかもちその地方銀行時代されてたっていうそうですね私はあの銀行員時代にあのファンド運営にちょっと携わらせていただいた時にはい、はい、ベンチャー出資であったり最近はあですけど、まあ、6次産業化の事業体を作ってそこに出資をして育成をするとかですねはい、はい、そういったとこにも携わらせてもらいましたなるほど、はい、あじゃあベンチャーキャピタルファンドなんかもやられてるんですねそうですね、まあ、規模は小さいんですけどはいなるほどちなみにお二方はどういう主にその銀行ではどういう仕事をされてたんですか 私はあのコンサルティング部隊の立ち上げっていうのをさせてもらってうん、うん、そこは事業承継で個人的にも4500件ぐらい関わらせていただくことがあってあじゃあ手栗さんはその銀行時代にも事業承継に4500、はい、件関わったとそうなんですよどっぷりでその後で中小企業支援の、まあ、施策みたいなことで人材紹介事業であったりとか、はい、あとデジタル化の支援であったりとか、うん、そういうものの企画と、まあ、運営っていうのを両方させていただいたっていう なるほど。はい。まあそこでまあやめてここに来てるいる、ね、なるほど。吉川さんはちなみにどういう仕事をされてるんすか。私はあのほぼほぼ15年間行ってたんです。ほぼ現場で、あの要は支店の障害係として、まああの滋賀、京都、大阪のまあ中小企業さんのまあ有事業務であったりとか、あ先ほどの事業承継のコンサルティングであったりとか、あとまあ M ハネの。 えー、仲介とか、なるほどそういったことを現場でやってました。まあ事業承継の一個の手段として M&A がねあ、はい、りますからね。そうそう特にテグリさんと吉川さんは現場でかなり多くの事業承継の実態を見てきたっていうことなわけですねい。いかがですか。あの実態ご覧になってどういうふうに。 これ企業の原点にもなるんですけれどもはい、はい、あこのソーファンのね、ねソーファンの企業の原点になるところなんですけれども。まあこの証券っていうのは非常にこう顕著になってくる中で、エマンデーというのがポピュラーにはなってきて。はい、あの裾野はだいぶ広がってきたんですけれども、これお金がね。 非常に生まれるマーケットなので、うん、いろんなプレイヤーというのがどん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 この市場に参入をしてきているというような状況なんですけどあそれはつまり M&A とかの中海、はいねね、業の会社さんという理解でいいですか、はいはい、コンサル会社もそうですしいろんな会社が入ってはきてるんですけれども地方にある小さい企業っていうのがなかなかこう相手にされないというかお金にならないからといって,言ってこう後回しにされるっていう現実がつまりお金になるのは大手中堅 ぐらいそうですねはい、はい、この事業のポテンシャルであったりとかこの事業価値っていうのが非常にないがしろにされているっていうところを非常に感じていましてかつその非常に雑な M&A っていうのが非常に多くってですね<ー>もう雑っていうのはどういうふうに雑なんですかあの例えば評価ののの金額の計算がいい加減うかうん、もうそうですかそそしもう買う先ももうなんかその 同業者をリストアップしてとりあえず投げますみたいなあ<ー>もう戦略とは程遠いような M&A っていうのが現実目の前で起こっていて M&A が終わったあとがやっぱ一番重要なんですけど,どそこでこうのびのびと再成長されていらっしゃる会社っていうのが全く見たことがなくて見たことがな,い、はい、なのでこれはただのもう数減らしになってる、まあ、日本経済に何か意味あるのかなっていうのをずっと疑問に感じてまして。なるほどね いや素晴らしいですねつまり今日本の課題の1個は僕も同じ意見なんですけど事業承継でここが特に M&A の業者さんが悪いわけじゃないけど M&A とかもちょっといい加減にやってるところもあってうまくいかないから日本の本当のポテンシャル中小企業のポテンシャルが生かされてないっていう日本大体に言うと日本を復権させるにはここをうまくやる必要があるっていうそういうことなんですね。事業承継をあくまできっかけにしていい経営者をこう生み出していければ。うんうん あの企業って絶対良くなるなっていう感覚を持てたので、うん、その事業をやるべしやなっていうふうに私は事業承継ばっかり関わっていたので、うん、親族承継とか従業員承継とかが多かったんですけどもう本当にそのなんていうんですか発展のためのというよりはもうもはや負債であったりとかやめれないところをどう引き継いでいくかみたいな結構閉塞感のある事業承継がすごく多かったなっていう借金を返すために やめれない会社も多いですしあとは家業としてこうおう家を継いでいくっていうのとまあほぼ似合いイコールの話なのでそこでその外野っていう立場でコンサルにしても銀行にしてもまあ中華にしてもそうだと思うんですけどチャレンジをしてあのイノベーションだとかですねさらなる発展っていうようなことが起こるような現場にはあんまり思えなかったっていうそうなるとやはり経営者が変わらないといけない。 人材紹介とかも始めてみたんですけど、まあ、その人材を紹介するだけでは難しくて経営権とかあの所有権も含めてですね誰か新しい人がついていってっていうことをやらないといけないなっていう、まあ、当事者が必要だなっていうのはすごく感じていたところですね。今ねこの番組だと比較的事業承継のやっぱり成功事例を紹介することがどうしても番組の性質が多いんですよね。だけど現実実にはは事業承継っっっっててて失敗といいいいいううかうまくいってない会社さんが実はいっぱあ で、そうするとその間にまさにコンサルとかいろんな人が入るんですけど、所詮第三者で、まさにおっしゃってるその当事者意識みたいな、そそれが十分持ちきれないわけですよね。そそこにやっぱり問題意識があるっていう。そうですね。そこをやりきろうと思うとやっぱりあのサポートするみたいな立場からでは難しいんじゃないかなというふうに思いました、ね。なるほど。ひら平井さんいかがですか。あのやっぱり何度も出てきますが当事者となって、エクイティ資本もしっかりと活用して。うん セットでやらなければ何も物事は変わらないなっていうのがすごい強い原体験としてありましたので経営者だけでもダメだし資本だけでもダメなのでそそこここセットででやるからこそ初めてそか面白いですねこのお二人は当然その事業主義を生々と見てるから経営者が大事だっておっしゃってでそれもまさらにその通りなんですけど平井さんは逆に銀行の中でもファンドをやってたから株を持つことが当事者意識になるかっていうのをよくお分かりで。株はもうね ヘッドすると返ってこないわけですからもう一緒に会社成長させるしかないよってそうなるっていうそうですね有志だと銀行とお客さんだったのが、はい、ファンドになった時にはなんかパートナーになるという表現にちょっと近いというかねなったとっいうのが、はあ、ありましたね。というわけでいよいよなんですけどじゃあお待たせしましたそのソーファンのビジネスの仕組みというのをこれからお三方に解説していただこうと思うんですがまず真ん中にソーファンが、はい はい、いますよね。はい、で、こちら側にいわゆる事業承継にきっと悩んでる会社があるわけですよね。はい、ここに対してまずソファーはどういうことをするんですか。えっとまず我々がやることはあの後継者候補を全国的にも集めてくるっていうのは<あ>まず一番に。つまりここかな。はい。そうです。全国から、はい、つまりこの事業承継に悩んでいる会社でポイントは。 事業者いいないわけですお子さんも別の仕事されたりするんで、はい、それをソーファンは別のところから全国から全国から集めてきてくる、はい、まあ、イベンいろんなイベントをやったりとか、まあ、あと直接応募いただく後継者候補の方も最近はすごく増えてきてまして、まあ、ちょっと僕らいろんなこうものに出させていただく機会が増えるにつれて、えー、経営者目指してますみたいな方とかも。 やっぱりちょこちょょここ出てきてきいいす、ね、やっぱ全国にいるんですねそう,いう方が、はい、もう延べ500名以上はエントリーを頂い,いて,てえじゃあ今500人いるわけですねはい500人の中から選抜をして今十数名と一緒に活動をして、ね、その候補者はいらっしゃって、はい、でその中でさらに10名ぐらいを今選抜してるとあすごいっすね今だとそのやってみたいって手を挙げる方ってどういうバックグラウンドの方が結構多いんですか代らのターン、うん を希望される方がボリューームゾーンですねなるほどでやっぱり東京大阪で今大体こう部長であったり課長の職を持たれながらですね、うん、もっと身近なところで自分の力を社会的なこうポジティブなインパクトを与えたいなとしかもできたら地元でそうですねっていう方がやっぱり多くいらっしゃって、うん、あのその方々がまあ一番ボリュームゾーンで集まっていただいてますなるほどね、はい で、あのあとはもうその証券にお困りの企業さんからご相談が来てまずこちらからね、はい、証券にま悩んでる企業さんとか、はい、あるいはここが融資している銀行さんからご相談が来ましたと、はい、そうするとこちらにまあその十人いるわけですよカセブンみたいなやつがいて <laughs> まさにマッチングですよねそ,そうです一緒に投資検討をしているんですよ、ねうん、この人たちとも一緒に投資検討そうですそうですあとはその我々とその後継者候補で一緒に行ってですね えまあ後継のご提案をさせていただくとこちらにいる後継者候補10人の中で手を挙げて相性がいいなと思った方と総ファンから例えば吉川さんが一緒に行って、はい、事業承継の悩んでいる会社さんのところに我々が引き継ぎます、はい、どうですかっていう提案をしに行くう,、はいはい、そうで,す、ね、でまあ事業プランとかもいろいろ書いて、はい、で要はその通常年末年始ですとこう急に読み上げてがドンって決まってあの要は。 後継者が誰なのかもわからない状態で,で,で、ね、とりあえずこの会社が買いますって言うんで終わっちゃいますよね我々はもう入り口から後継者候補を連れていくのであの顔が見える証券っていうのがエマン a じゃなくて事業証券みたいな、うん、そういう感じのことを結構望まれてるオーナーさんも結構いらっしゃってですねそうですよねはいなのでそこはもう他とは全然違うのでなるほど、はい、インパクトがもう透明性が高いわけですねそうですそ,うですそしてそうかそれで もし合意いただいたらソーファンが投資をするんです、ね、そうですソーファンが100%基本的には株式を買い取るとそうするとソーファンの裏側には、はい、投資家とか金融機関があって、はい、こちらがソーファンにお金を出資してあちょっとファンドっぽいわけですねある意味ね出資というよりはあのほ,ほぼほぼ今はデッ,デッドというかあ融資してくれてるんだなるほどあじゃあファンドじゃないんですね融資してくれて、はい、そのお金を使って はい、で,でこちらには投資をして株を100、はい、基本買うわけですその我々の周りにですね、まあ、元オーナーさんだったり、はいえー、我々のちょっと志に共感いただいてる協力いただいてる企業さんであったり、うん、まあ経営者であったり専門家の方っていうのが一応チームを各地域で組んでいまして、はい、こう三位一体になって経営を一緒にやっていくっていうのがチーム型経営。うん これ全体でまさにチーム型経営なんだ、はい、ということなんですね。はい、いや面白いですね。要は後継者候補を一人で経営をささないっていう。なるほど、ね、あのまず一つ聞きたいことがありまして、これ株を100%譲り渡すいただくってことじゃないですか。これがまず今までの事業承継だと心理的なハードルが高い会社さんが多いわけですけど、ここは逆に言うともう株を渡してくれる会社さんっていうのが全体になっているという理解です。そうです。はい。 その時でもう100%株式を買い取りをさせていただくと。もう株だと。そうですね。なるほどね。はい、いや、それも本当に事業承継の最大のポイントですよね。僕も実は事業承継いろいろかかってるんですけど、やっぱ最後株じゃないですか。それはもうコンサルをしててもいやほど感じたところで、こちらがどれだけ提案をしたところで、実際やっていただくのはそのオーナーの方であり従業員さんであるので、やっぱそこはもうオーナーわかりますわかります。権を持たなければ。 あ,あ、できないなっていうのも、実際感じてまして、なのでやるんであれば、まあ平井の経験もありましたし。まあ資本を持って、えー、すべての責任を背負い込んでやる。ことをやらないと。帰れないなっていうのがあったので。なるほど。さんも同じですか。私は、そうですね、事業承継。に関わる中で、結構多く見た失敗例っていうのが、うん、株は、要は助走期間が終わったら、渡しましょうと。 うん、なので引き継ぎが大事でですよみたいな形で株は後ででってことねそうなんです、ね、後継者候補の方が従業員から上がってきてで副社長だったりとかですね専務とかそういうので3年やってじゃあその後でこういうスケジュールでこう株を渡していきましょうみたいな話は結構美しくてそのいろんなところがそういうやり方を軟着陸っていうことでおすすめされるんですけど結局その株を渡さないとかですね何か活躍をした時に。 ちょっっっとと鬱陶ししくなてててきて追い出されてしまったりとか、まあ、あるあるですよね,そ,すよねそのオーナーの方がね、ええ、あの有力な若手が出てくるんだけど結局株持ってるオーナーが強いですからね追い出しちゃうっていう、はい、やっぱそういうことが起こったりするので、うん、軟着陸ではなくてやっぱり資本をやると決めたらしっかりその変わっていくことの裏付けとしての株を持つっていうのがいかに大切かっていうのは実感したっていう感じです ももなないいけどすすごい大事事ポイントですよね事業承継今までここまではっきりおっしゃってくださった方々ないので事業承継の要諦はお三方から見るともちろん経営者なんだけど根本的に株ですと株式会社なんだから株をちゃんと継ぐ人が持ってるか持ってないかの違いだっていうそ,そういうことでそうですねでそれも実験をしてまして実験はいあの私はまず株を持った状態で、えー、京都の建設会社に 事業承継を実際にしましてあまず自分で立ち承継してみようと経営素人じゃないですか確かにそうですね言われてみるとなので株を持った状態で行きました、はい、で平井に関してはコンサルという立ち位置で株を持たずに行ったんですよ株をなしで行って、はい、株主として行って、はい、最初実験しようということで実験される方も結構大変ですけど、ね、<laughs> <laughs> だからあのやっぱり僕が、まあ、正直1週間でできることを やっぱこっちは一ヶ月二ヶ月やっぱりかかっ、違うんですよ。<ー>で。事業承継って。少なからずやっぱ変化を起こしていかないと失敗する確率が上がってくるので。うん、そこがやっぱり資本を持ってる持ってないっていうのは、やっぱ非常に。大きくってですね。やっぱり株主として。行かれる、あの吉川さんが行かれると、やっぱり現場もピリッとなるわけですよね。そうです、ね。ええ。 大丈夫大丈夫です京都市にある株式会社三崎って言いまして,てこういう建物実はこれアンカーっていうのがいっぱい入ってるんですけどボルトをつってるじゃないですかあれの元にあるもの元にこう差し込んでるんですけどはい、はい、あれを施工する会社なんですけどへ京都で建設業を営む三崎創業44年 関西でナンバーワンの実績を持つ企業だった。しかし過去に事業承継に失敗、廃業に追い込まれそうだったのをソーファンが一号案件として2021年に買い取った会社だ。でここに天井を映ってるっていう。赤字の原因はどこにあるのか。 これまで電話と紙ベースで行われていた受注をクラウドでリアルタイムに管理し現場の職人とも共有効率を上げたことで施工する案件の数も増えたなので売り上げもっていくさらに力を入れたのは人材の確保だ新たに若手の営業社員を2人採用。 制服も作業着ではないスポーティーなものにそして外注扱いだった6人の職人全員を社員化した改革が進んだ結果予想もしなかったことがそれは一体事業承継そのものをビジネスにするベンチャー企業ソーファン 代表の吉川氏が自ら承継者として赴いたのは建設業の会社改革の一環としてそれまで害虫扱いだった職人たち全員を社員化したするとこちらの田中さん長くつきあってきた同い年の彼女と結婚したという。 ここに勤めさせてもらって社員でこう安定もしてきてじゃあ結婚しようかみたいな感じで <laughs> まさにそうファンな効果だ、うん、今 経営をしてみて2年で年率でいうと今40%ぐらいで伸びてる、はいる売上はい伸びてるな年率40%ですはい今年はもう40ぐらいでいきそうなんですけどすごいじゃないですかそうはいなんですけど。 その中でやっぱりその同業が今元気かといったらやっぱそうじゃないんですよね。市場自体はやっぱ縮んでってるので,、はい、で。その中でやっぱ元気なところにやっぱ声がかかって、まあ、仕事が集まりますよね。って来るんですよね。かつそのちょっとうち面倒見てくれへんけんみたいな話もやっぱりいただいた、うん、うちの会社も引き取ってくんないかという面白いですね。もここのソーファンが事業承継に悩んで見先に。 投資したら会社が良くなってきたから、この見先に事業承継してくれという会社が出てきてるでそうですね。<laughs> なので、やっぱそれで、まあ、横も縦も含めてですけども、産業再編の核になれるような企業なのか、どうなのかっていうのも。すごくやっぱ見ますし。なるほど。はい、その業界構造全体をちゃんとご覧になるわけですね。そうで,すねで、この中で、ここの業界はソファンが立て直したら。業界全体良くなって。 でその会社もソファーもハッピーになりそうだみたいな。そうですね。それをまあ地域地域でやっていって格納となる企業を作っていくっていう面白い。はい、今もう話を伺っていてもまず一つが目利きですよね。このめつまり全部のね会社を総う,うという視野ではなくてやっぱり地域に今後も貢献できそうな会社を目利きをして選んでいってるわけですよね。吉川さんはじゃあ今三崎、ちなみに広いさんはあの滋賀県にある不動産と建築をしている会社。 へーー社長もやられてる、はいはい、なので最初にここ2つでやって僕ら本当に経営をしていく上でどういう要素が必要なのやっていうのを 1>, 1年間ずーっとこう溜め続けててた<う>め続けてそれを蓄積していって1年間で,で、まあ、それを仕組み化していくでチームを大きくしていくっていうのがここの役割で。あ 2人は実際承継して、はい、そのノウハウを手口さんが。 こう体系化していくっていう。そうです。でその握りで最初にスタートしてるんですよ。めっちゃ面白いですね。その握り。なので面白いですね。株を持たされる。こっちだけ。こっちはね株株らしい。こっち優待。ここ一丁け言って僕に言って。やっぱり結局平井もあの承継させていたんですけど株ごと。最後は株をね。やっぱ株いるなって分かったですね。平井氏が継承したのは。 滋賀県内に複数の店舗を構えるソブグループ地元を中心に住宅建設や不動産を扱うグループ企業だ家作りに加えて土地の売買や仲介など事業を拡大してきたまあちゃんと予約のところも大きくね、うん、いいんじゃないですかねすぐ目に入る感じかなこんな感じかなしかし 従業員が増え業務が細分化するとうまく収益が上がらなくなってきたという、まあ、まあい創業者の奥文博氏は一級建築士財務が分かる元銀行マンの挑戦に賛同したもともとこの事業承継をするっていう意向もこんなには薄かったんですけど総合マンの,のまあ取り組みに一体化でやっていただく中でもう一歩ワンランク。 上を目指すのに思いい切っててそういう,ふうに進めてみようと平井氏が推進したのは主に予算管理見積もりの項目やそのコストを明確にすることで顧客には低価格を会社は収益を確保することができるそして自らも分譲地開発などを手掛けることに目標は。 グループ売上高10億円を安定して出せる企業にすることだよかったですねあの株持って <laughs> 謎なんとか <laughs> 今結構いい感じになってるっていう。もともとは2期連続で赤字多分毎期1000万ぐらい赤字を直近出しちゃってたんですよね、うん でえっと、それがまあ承継させていただいて、えっと、この間約半年でもう黒時間までは達成できましてし次の期についてもあの、まあ、大幅に増益がもう見込める状況までは<ー>、えー、なるほどそしてもう一つねやっぱりこう見ると多分皆さん一番気になっているポイントの人だと思うんですけど例えばこの会社がソーファンのまあソーファンが株を買って傘下になりましたとなったらずっとソーファンが持ってるんですかつまり普通はここが最大の違いだと思うんですよね。 普通はファンドサーチファンドって今事業証言で出てきてるやつはいつかはエグジットっていってこの会社をどっかに例えば売却してその売却益を得ることでビジネスを、まあ、収益を回すわけじゃないですかだけどソーファンは売却しないファンドとかだと比較的規模の大きい会社でここを手こ入れすればあそこの会社が買ってくれるんじゃないかみたいな三段の中で多分投資をするっていうのがまあ基本かな基本、ね、と思うんですけどて どういう基準で投資するのって言ったら「いやグーグルかアマゾンに買ってもらえるかどうかだけで決めてますね」ねほ <laughs> こ,こと言うんですよ投資家が。だそうじゃないわけですよねそうなんですよねもう基本的にもう永続保有する前提で永続保有、はい、こういう規模の会社田舎のこういう小さい会社を相手にしようと思うと永続保有っていうことをやっていかないと、まあ、リターン的にもあのビジネスとしてのこう社会的インパクトとしてもあの小さいものをやってしまうなっていう,うて、ね、そうするとこういうソーファンのグループ入りするような 事業承継に悩んでる会社ってもう多分売上げ結構数億円とかそうです,そうですあの要は個人では買うにはちょっと株価が高すぎますし、うん、ファンドが相手にするには少し小,小さすぎてこの層っていうのが地域にやっぱ地域支えてる企業、はい。 ゾーンですのでそこをやっぱりしっかりと手小入れをやっぱりしていかないでそれをそこの会社を引き継いで地域の中核の企業に育てていくっていうのがやっぱり非常に必要かなっていうふうに思ってますていや面白いですねこれ本当に多分少なくとも日本では類を見ない私は多分私の知ってる範囲では初めてこういうまあスキームって言いますかね仕組みはそうするとソーファンとしての収益はこの すみません投資した会社から上がってくるそこの配当みたいなそうです、ね、はいあとまあ、ね、総販本体で資金調達をしているので、はい、僕らもそれの返済は当然なのでそうですね今度はここが気になるんですよちゃんとお金返さないといけないですからね、はい、なのでまあそこもあの金融機関さんには長い目で投資家の方も含めて見ていただいててう、ね、あのもう10年とかのスパンで資金調達をしているのでめちゃめちゃ面白いですね <laughs> <laughs> ソーファンは今新たに滋賀県にある金属加工の会社を事業承継創業45年の企業に36歳の新社長が誕生したすでに鹿児島と岡山にもソーファンの子会社が設立され2023年度中には承継企業10社が予定されているという いやー皆さん今回のソーファンさん仕組みめちゃめちちゃゃ面白かったですよね今日本で起きている事業承継の課題のかなり多くの部分をこのソーファンの仕組みが解決してくれるかもしれない。 だからこそ実際、今ね、いろんな企業がソーファーに声をかけるようになってきているわけですね、ぜひこの仕組みがうまくいってです、ね、まあ、日本中に広がることをとても期待したいと思ってますしまた、今日このお三方の話から、いろんな事業承継のヒントが得られたと思うんですよね、ぜひそういった点を参考にしていただいて、皆さんの事業承継のヒントにしていただければと、そういうふうに思います。